それではですね、映り込みがちょっと多いために暗くしてますけども、今日は ebook3 つを比較してみたいと思います。こちらにありますものが有名なスタンザですね。こちらが Kindle で、これがサムワンですね。まず Kindle 見てみましょう。 Amazon の Kindle こんな感じですね。もうすでに本が出てるんですけども、割と安いというか、海外に行くと特にあのインドではですね、これを飛行機の中で見てる人が多いなっていう感じ。まあ本が少ないなというような感じがしますね。次にこれサムワン、これで小さく出ますけど、まあ横なんで横にしてみまして、2倍ボタンを押しますと大体合ってくれますと。うなぎの養殖成功と書いてありますね。こんな感じで、作品を見る作品、企業、三菱電機とかですね、ダウンロードしてくださいという感じで見るですね。でこうやって戻ると、まあ日本語に対応してるのはいいんですけども、ちょっと有名じゃないというのが、まあ、一つ開いてみますとこんなような形で本が、まあ、当然拡大縮小できますんで字を大きくして見ることもできるんですけど、だいたいぴったり合わせておいてですね、こんな感じでカラフルなのがいいですね。まあ、カラフルで字が見にくいということがあります、ね、こんな感じで宇宙を目指す人たち、まあ、今日はフリー版ではですね、どんな感じで見るのか、米虫だまし、こういう企業の名前が出てますね。これはここで説明というか配布はですね、本自体は500円で、電子で見るには ただみたいですね。よくわかりませんけど。そして、これだけで買うにいいよということ、でこれがスタンザですね、有名なスタンザ。まあ、これだけで買う人がいっぱいいると思うんですけども、使い方ですけど、開いたらディスミス無効にして、下から、ライブラリー本を取得する、レーディング情報を見ると、紹介ビデオを見るとか設定ですね。現在開いてる本はありません、わかりました。そしたら戻ろうと。でまずライブラリーを見ます。書籍ごとにグループを見るという感じですね。こうやって本が一覧がなった、全部無料なんですけども、例えば、デンジャラスワン見てみましょうと。こんな形でできますんで、左をタップすると最後のページ、最初のページか、実際やってみましょう。次のページをめくるときは右側をタップすると、これ夜間モードになってるんですよね。夜でも見やすいよ。でこの真ん中の下を長く押しますと、定義とかで回転とかコピーとかもできるんですよね。で真ん中の、下じゃなくて、もうちょっとこの辺か、真ん中あたりを押してみて、すると設定が出てきますんで、夜と昼を変えると、これはノーマルモードですね。で本が見れると、まあ、こっち向ければこんな感じの本が見れる、ね、で、もう一回真ん中を押すと、写真に追加したりカバーを作ったりコピーができたりすると、もう一回真ん中を押すと、真ん中の下あたりですかね、ちょっとまだ慣れてないんですけども、こうやってショーも日本語で出てますね。で本を探したり、
ブックの検索ですね、とこういう読んでるページとかですね、また戻ってライブラリを見たりすることができますね。ここがポイントで、本の削除、ブックの回転、ダウンロード、辞書、フォントサイズとかが決められるんですけど、最も使うのがダウンロード、人気のあるところですね。失礼、2倍に膨らましてますんでね、グループごとに見たりして、冒険見てみようと、こんな感じで見られるということですね。で、下にすると暗くなるんですね。で、上にすると明るくなるんですね。で、設定するときは真ん中の下って押すという感じでした。簡単でしたけども、このスタンザだけで iPad は買う価値あります。これだけで1年は本を読めるんじゃないかと思います。3種類とも Kindle サムワン、日本語扱えるサムワン、有名な Kindle、スタンザと見てきましたけども、あんまり頭が凝って硬い時はこういうですね、美女系のブックなんかも見てみるといいんじゃないかと思います。それではまた。